家の畑中央にあるムサナウムは4本立ちの周りに配置しました。不織布ポットに植えたエンドウ、グリーンピース用の薄いという品種のエンドウですが伸びてきたので、梅畑から剪定した枝を持ってきて支柱を立て始めています。まだ支柱をたくさん持ってこないと足りないんですが、とりあえず持ってきた分を不織布ポット内に挿しておきました。竹やぶで竹を切っていて枝を切ると笹枝みたいなのができますので、ふと思いついて、まあ、それは遠藤用に持ってきたんですが、遠藤用にではなくここに植えた2本立ちの島バナナ、小笠原種の周りに挿してみました。よく考えたら竹を伐採した後に出る笹枝みたいなものを短く切んないで長いまま持ってきて、12月ぐらいにバナナ周りに挿しておいてあげたら、そろそろ霜で灰傷みしてきているまだこの絵のバナナ苗は助かるんじゃないかなと考えてみたんですね。まあ、今日も竹林に行きますので、こういう笹竹みたいなのを持ってきて、まあ慰め程度にしかならないかもしれませんが、バナナの周りにちょっと刺しておいてあげようかなと思っていますね。あと葉っぱはすっかり枯れて落ちて畑の土に馴染んでいくと思います。枝の方はあと来年引き抜いて焚き火で燃やして灰にするつもりなんですがね、もうちょっと早めに気がつけばよかったんですが、ただぶん投げておいて、山道の傍らにぶん投げておいて、まあ自然に腐食するのを待とうなんて思っていたんですが、それよりも沿道の支柱とかバナナ周りに刺してある笹竹として利用する方がいいかなとふと思いつきました。飼育朝がだいぶ黄色くなってきましたね。去年までは食べるところまでいい時期に黄色くならなかったので、まあ、今年はもしかしたら少し小さいみかんとして小粒みかんとして食べられるかもしれませんね。沖縄ですと11月ぐらいにはもう真っ黄色になって、鳩やヒヨドリとか食べに来て、大方放っておくとなくなってしまうんですけどもね。ここは小鳥はあまりつつきに来ませんね。シークワーサーは食べたことないから、小鳥たちもまだ見慣れていないのかもしれませんね。あちらではレモンがだいぶ色づいてきました。これからもうちょっと熟したら落ちてくると思いますので、落ちたのを拾って収穫ですね。さてまた竹林の方に行って
竹の切り株掘りとかしてこようと思います。帰りにはこんな笹竹をですね集めて持ってこようかと思っていますがね。